この時間の話題はこちらです。特別企画、もう一度見たい平成の名勝負のコーナーです。4日連続でお送りしてまいりましたこちらのコーナー、今日は最終日になります。平成を彩った名勝負の数々からいくつかご覧いただきたいと思います。まずは番組ピックアップでこちらです。勝つのは誰ということで、ターンごとにトップが入れ替わる大混戦、平成17年桐生の赤城大臣杯49周年記念の優勝戦です。見ていきましょう。これも壮絶なレースだったんですね。そうですね、もうね、メンバーもね、まあ絶好調といったらね、この頃田村選手だったと思うんですがね、まあ前の年オーシャンカップとチャレンジカップ勝ってますからね。はいはい、桐生協定 G1 競争は第49回の赤城雷神杯競争、ちょんとね、こういうレースあったねって思い出す方もたくさんいらっしゃると思いますし、そう、西村選手もね、戸田のクラシックを勝った2年後ですからね、はい、乗れてるところではあるんですよね。初の SG 制覇を果たした時ですね。スタートはね、なんかインニゲっぽいんですけどね。いや、ここもインニゲっぽいですよね。ここもインニゲっぽいです。ところが、まあ、植木道彦さんが、そうですよね、まあ、植木さんがね来たら、まあ、田村選手もちょっとね、はい、という気はあるでしょうね。ちょっとその分流れましたかね、はいはい、ここで内側からなんと山崎丸岡という外枠2点の差しがずっぽり入ってくるんです ね、はい、ですね。あと西村の勝る選手ですか、ね、6人だか6号かというところですよね。ところが、はい、田村選手がもう一回はフレームインしてくるんですね。よく戻ってきましたよね。もう2幕あれだけ流れていてですよね、はい、これで田村選手優勝かと思いきや、はい、なかなかそうはいかない。この2幕そうですね、ボートがフラッと浮くんですね。そうですね、まあ、山崎智也選手もあの辺がね、2マークの桐生の駆け引きはね、うまいと思いますよね。でもそうして混戦にしておいてからまだまだ勝負という考えでしょうね。丸岡選手ね、勝つか負けるかというところで、はい、もう最後並びましたね。大接戦、はい、もう一回田村選手も来るんですが、すごいですね、これ見てください、ゴール戦場、ちょっとどこから見てたらわからないですよね。わからないですね、結果的に山崎選手の優勝と。そうです、唐津ダービーを勝ってから8年後ですね、これがですね、はい、ですからもう完全にこの群馬のエースと、はい、いう立場でいる状況ですよね。そうですね、はい、いやでもまだ田村選手は若かりし、はい、そうですね、でももう絶好調の時ですからね、だって普通でしたらね、あの2マークで本当になんかしょげて終わっちゃってもおかしくないんですが、おかしくないですよ、見えないところからまたね、とすごいスピードで来ましたよね。あの最終コーナー、結局あの突進は空振りに終わりましたけど、はいはい、あれもすごくいいターンだと思うんですよね、はい、もう意地ですよね、あれは、はい、いや平成にはこんな素晴らしいレースがあったんです。まあ、皆さんね、令和になってもまたこれ以上の名勝負を期待しながら見ていただきたいですね。さあ、そしてですね、もう一つ今度は山岸さんピックアップであるということで、そうですね、私はどうしてもね、あのなんか風とか吹いてる水面だとなんか勇気を感じるので、はい、ですね、琵琶湖の、あの山田豊選手が生涯最高のレースでしたと、はい、振り返った、はい、レースです。はい、どうぞ。また時代の流れを感じます。はい、森田俊介選手が旧姓中川俊介でレースをしている時代です。秋の大魔神もいます。そうですね、といってももう昭和じゃなくて平成10年ですからね、はい、でも言っても20年前ですから。そうですね、20年前、はい、この、ま、松井選手もね、
デビューして10年経って結構ね、記念も、まあ、SG2 回含めてもう12回も勝ってる頃ですからね、もう10年。森田俊介選手24歳ぐらいですね、おそらく。そうでしょうね、はい、まあ、あの山田豊選手もね、これあの今テンストかけ直してますがね、本当はマクリアだったんですよ。でもあんまり伸びないから、まあインヤーに一旦なって、それからまたマクリに戻ったとかね、いろんな変遷があったんですけれどもね。でも進入がもうごちゃごちゃになってますね。定番の通りのコースが何一つないという。本当です、ね、まあ、6号艇だけですね、6コースは。あー、そうですね、そこだけですね。まあ、秋選手ですからね、本当はあの6コースになるのはおかしいんですが、あれ、この5コースですかね。いや違いますよね、6コースですよね。まああの、まあ、普通はねインドリに行っても回り直してね、はい、あの外へ行くっていう戦法ができますからね。ただ風はね、追い風なのでね。ということはバックが向かい風、はい、結構吹いてますよね。うねりもまあちょっとありますよね。はい、外から3番の平子も襲いかかってくる。2番の山田がまくっていくんですね。この水面でまくっていくのはね、なかなか大変ですよ。いや、気合入ってますよね。でこれもう相当伏せ込まないと危ないですよね、はい、バックは。本当ですよね、前を抑えないといけないですよね。まあ、こう一番で森田俊介選手ですけれどもね、これ誰もが森田俊介選手優勝かなと思いますよね、はい、思いますよね、はい、ところがまだまだ分からないというのが本当にあのレースですよね、はい、ここで、まあ、2号艇が入ってきたんですが、1幕ねバック戦大きく流れてしまいましたですね、はい、山田選手が先頭に立って、で秋選手も来ましたから、こういった水面も強いですからね、はい、といってもこの頃からやっぱりあの森田俊介選手、琵琶湖の2マーク差しはやっぱりうまいんですよね。天才的なものがあるんですよね。でも山田豊選手も意地がある。いやー、乗りにくそうですねこれ。ですよね、いやこれで、はい、これでも、あ、森田選手、中川選手優勝かなっていう感じですよ。またね、はい、これで決まったかなというところなんですが、山田豊選手があの僕の方が勝ちたいという気持ちがちょっと強かったんじゃないなかろうかと、あとで振り返ってましたが、はい。高水面の中でそのほんのちょっとした気持ちの差だったのかなと、微妙なところですよね。ねえ、はい、いやこれは旧姓中川俊介選手ね、これは、はい、おそらく本人も悔しい思い出として残ってると思うんですよね。あんな水面もあったなっていう感じでね、あの覚えているんじゃないでしょうか、ね、でも森田選手って地元のグレードレース、はい、こういうこと何度かありますね。あ、そうですよね、はい、ありますね、確かにそうですよね、うん、はい、まあ、ここで勝っていたらね、またあのちょっと違ったかもしれないですけれども、例えば勝った山田豊選手はですね、ここから3年連続で琵琶湖の G1 を、うん、まあ、合計4つ取ることになるわけですよね、はい、一つのきっかけですよね、はい、いやこれも名勝負、はい、うーん、あの、なんて言いますかね、 あんな水面なのに、あの、ね、全力で走っているんだなっていうのを、あの、見ているあのファン観客に本当に心に残りますよね、はい、まあ、本当これはほんの一部で、ね、平成の名勝負を皆さんにご紹介したら、ボートファンを集めてどういうレースだってみんなに聞いたら、みんないろいろ違うレースを出してくると思うんですけどね。ただ何十年経っても本当にね、頭に残っているんですよね、はいはい、またそんなレースを令和でも期待していきたいと思います。以上、特別企画、もう一度見たい平成の名勝負でした。